WRC というですね、これラリー、はい、世界ラリーのチャンピオン、チャンピオン、荒井俊博さんでございます。ラリー知ってますか？テレビで見たことある、はい、今年はなんと日本でもその世界ラリーが行われる予定ですから。はそしてお隣は今度その新井さんの息子さんになります。新井博樹さんでございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。いやもうなんか詳しくないけども、はい、すごいスポンサーついてんだなと思ってて、あれすごいことやってんだなって思いますもん。眼科までついてますから。いやだ、セヤ眼科さん、セヤ眼科さんまでついてます。よく見えるように、よく当たるほど、なるほど、視力大事ですもんね。そうですよ。うらっか、今のオンエアできないですよ。親子さんでご紹介いただけるということで、これは何ていう車ですか？スバルの WRX STI という車。スバル、はい、本当にスバルって書いてるわ。知らないじゃないでしょ。知らないでしょ。スバルといえば、まあ、青色っていうことで、自分たちのカラーリングもそれに合わせて青と。ね、すごいよ、だっていろいろとスポンサーさんが必ずスポンサーは気にしますよね。だってさ、それぐらいやっぱ期待背負ってるってことでしょ。そう思うとさ、いろんな人に応援されてんだなってやっぱ思っちゃうよね。これどういう車なんですか？これはですね、実際はあのデモランって言いまして、はい、本番の車じゃないんですよね。え、ただ去年までの本番で使った車なんですよ、はい、本番の車って本番しか走れないので。はいはいはい、あ、そうなんだ、はい、あれ一人ハンドル。そうなんです。えスバルですよ。スバルなんです。なんで？あの、実は私も海外でずっと走って、海外って世界選手権のラリーは全部左ハンドルなんですよ。あ、そうか。で、こいつも海外に3年4年行ってたんで左ハンドルだったので、全部日本で走るのも左にいました。またそれはそれでなんか左ハンドルになるとまた難しそうだね。どう、新井さんどうですか、その辺の。かなり最初は難しいですね。サイドブレーキ引こうと思ったらどう思ってたりとか。ああ、そんなに。まあまあいろいろ間違いますね。そうっすよね。いやでもすごいなんか使い込んでるというか、なんか一緒に戦ってきた感じがなんかありますね。そうですね、もうね、2年ぐらい本番で使った車なんで。びっくりすると思うんですけど、本当に細い道、皆さんが信じられないの道を150キロとか160キロで走っています。へぇ、命がけですね、はい、もうラリー車はそういう車です。なるほど、はい、ちょっとこれをまたちょっと走ってるところを見たいですね。見たいですよね。いや、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今回の特番も有事配信の YouTube チャンネルにて放送予定。放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。チャンネル登録よろしくお願いします。